はい、まず、政府与党連絡会議、今日もご協力いただきまして誠にありがとうございます。そして連休中の5日、石川県能登地方を震源とする最大震度6強の地震があり、その後も千葉県南部、北海道日高地方などを震源とする地震が相次いで発生をいたしました。被害を受けた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。発生直後から被災者の救命救助や被害状況の把握を迅速に行っており、引き続き地元とも緊密に連携しながら警戒感を持って対応してまいります。先週8日から新型コロナをインフルエンザと同じ5類感染症に移行しました。ウイルスとの戦いに最前線で奮闘された医療、介護、福祉関係者の皆様、感染防止対策や営業自粛にご協力をいただいてきた飲食店や宿泊、サービス業をはじめとする事業者の皆様、そして大切な方々を守るために最大限の努力をしてくださった国民の皆様、お一人お一人に心から敬意を表するとともに御礼を申し上げます。引き続き備えを万全にしながら経済再生に向けて賃上げ、インバウンド、国内投資促進、そして新しい資本主義を力強く前に進め、日本経済を一段高い成長経路に乗せていきます。外交についてはアフリカ諸国に続き韓国を訪問いたしました。与党幹部による議員外交も相次いでおり、今後さらに弾みがつくことを期待しております。いよいよ今週金曜日から G7 広島サミットが開幕し、世界のリーダーたちが広島に集います。国際社会がロシアによるウクライナ侵略に直面し、歴史的な転換期にある中、広島の地から力による一方的な現状変更の試みや、ロシアが行っているような核兵器の威嚇、ましてやその使用はあってはならないものとして断固として拒否をし、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を守り抜くとの G7 の強い意志を力強く世界に示したいと思っております。また18日にバイデン大統領と日米首脳会談を行うほか、各国首脳と積極的に二国間会談等を実施いたします。広島サミットを歴史に残るサミットとして成功に導くべく、全力で臨む考えです。また諸般の事情が許せば、来週23日から豪州を訪問し、24日に予定される日米豪印首脳会合に出席をいたします。本会合においてもインド太平洋地域で基本的価値を共有する4カ国の首脳同士で幅広い分野で協力を具体化し、国際情勢や地域情勢について率直に意見を交わしたいと考えております。国会においては重要法案の審議が続いております。LGBT 理解増進法についても国会提出に向けて議論が進んでいます。政府として緊張感を持って国会審議に臨み、丁寧な説明を尽くしてまいります。与党の皆様におかれましては、引き続きご理解ご協力を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。続きまして山口代表からご挨拶をいただきます。はい。今月に入り、石川県能登地方をはじめ千葉県、北海道、鹿児島県、伊豆諸島など相次いで地震が発生しています。被害に遭われた方々に心よりお見舞いを申し上げます。政府においては被災自治体の声を伺いながらきめ細かな対応をお願いいたします。また今後もさまざまな災害が発生することを想定して防災・減災対策の着実な実施とさらなる強化に取り組んでいただきたいと思います。先週8日、新型コロナウイルス感染症の法的位置づけが5類に変更されたことに伴い、
コロナ対策は大きな節目を迎えました。一方で専門家からは今後も一定の感染流行が継続することが指摘されています。今後の感染拡大に備えて高齢者や基礎疾患を有する方へのワクチン接種を着実に進めるとともに、地方自治体や医療関係者などと連携して幅広い医療機関でコロナ患者に対応できるよう医療提供体制の確保などに万全を期していただきたいと思います。総理はゴールデンウィーク中にアフリカ諸国、シンガポール、韓国を歴訪され、精力的に首脳会談を重ねられました。こうした成果を今週から始まる G7 広島サミットに反映させ、ウクライナ支援や核軍縮、食料・エネルギー問題など世界が直面する課題の解決へ積極的に議論を主導していただきたいと思います。また被爆地である広島開催というまたとない機会を生かし、各国首脳との原爆資料館訪問などを通じて被爆の実相に触れつつ、核廃絶への力強いメッセージを発信していただきたいと思います。合わせて招待国である豪州や韓国、インド、またこの度訪問されたアフリカ諸国などとの連携を強化も重要であり、 G7 との橋渡し役を含め、さまざまな分野での協力関係の強化や信頼醸成に向けた総理のリーダーシップを期待いたします。国会では内閣提出法案、議員立法を含め法案審議が大詰めを迎えます。重要法案の着実な成立を図るため、政府与党が緊密に連携し、緊張感を持って国会運営に臨んでまいりたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。